It's me, Mario! Yahoo!Hikakin TV every day! ハロー YouTube! どうも、マリオ大好き、Hikakinです。今ですね、セブンイレブンでマリオの一番くじやってんの知ってます？で、僕ね、それ知って買おうと思って何店舗かこう見るじゃないですか。するとね、いい店舗があったんだよね。そこで、マリオを愛する私、ヒカキン、大人買いをしました。それがこっちら！スーパーマリオ一番くじ、35周年記念。先輩だ。10枚から15枚くらい買おうかなと思ってたら、30枚買っちゃいました。でもこれ、めっちゃ運いいんですよ。一番くじってほんと運じゃないですか。これ、A 賞のぬいぐるみがまだ2個残ってて、まんべんなく残ってて、C 賞はなかったんですけど、買いまーすって言って、ね、全部買いました。なので、全部買ったら最後についてくるラストワン賞もあります。今日は全部開封して、なんか音が鳴るやつとか、暗闇で光るやつとかあるんで、全部レビューしたいと思います。それじゃね、まずは一番下の G 賞から行きたいところなんですけど、もうこの真ん中でちょっとこれ邪魔だから、A 賞から行っちゃう。これですよ。むしろなんかすいませんって感じですよ。声出るらしいんだよね、この A 賞のぬいぐるみ。やっほー！丸尾とモフコみたいな感じでこれ一緒に寝れるから、これ。ウェーイ！本当にね、マリオ盛り上がってきてるんですよ。今度、スイッチも出たり、35周年、USJ のね、スーパーニンテンドーワールドができたりとかね、マリオ来てるね。そしてあんた35歳だったんだね。35歳ではないか。35周年。先輩です。僕が生まれる3年ぐらい前からあるってことね。マリオって。すご。腹にここを押してねって書いてある。いきます！ 3、2、1、マリオ！ It's me, マリオ。It's me, マリオ。私はマリオですってことね。Here we go! オキドキ。オキドキ？ヤッホー！ポポポポポポ！スターの音鳴るやん！ママミーヤ。ヌヌヌヌ。やられちゃったのね。すごい！すごい！あんたすごいね。もうダブルで鳴らしちゃおう。あれ、あ、ランダムなのかなこれ。一人やられたのに一人なんか拾いかって言ってんだけど。やったーってことで開封していきましょう。じゃあ今度こそね、G 賞から見ていきましょう。そう、今回ね、ABCDEFG まであるから。その G です。それが、こちら、これですよ。これ何枚あるんだろう。30枚のうちの17個あるんですけど、G 賞はこちら！じゃじゃーん！パッケージタオルコレクション。全8種。これもう最高でさ、あのちっちゃいハンドタオル？ハンカチなんですけど、そもそもこの袋にもさ、マリオオデッセイとかさ、スーパーマリオ3D ワールドとかさ、スーパーマリオ64とか、あとスーパーファミコンのね、マリオワールド、マリオサンシャイン、スーパーマリオブラザーズ、とかとか、今までの歴代のね、カセットの箱とかなんだよね。これ最高ね。これ正直僕ね、全部やってきてるんだよね。なんだけど、やっぱりね、これはって思うのは、これ好きだね、64。大きい箱に入ってたんだよ。そう。欲しかったな、これ。最近で言うとね、この辺、実況しましたよ、僕も。ちょっと開けてみるか。これでもなんか、ハンカチって500円ぐらいしそうじゃね？ G 賞だからね。どんなに外れてもこれが当たるからね。これ中身全然違うんだな、袋と。へぇー。これオデッセイ。キャッピーがいるね。3D ワールド。あ、猫マリオなのね。なるほどね。こういった感じでーす。他のやつはね、中身こんな感じ。全部ね、こうマリオとロゴがこう、並んでる感じですね。続いては、F です。これですね、これ。じゃじゃん！ F 賞。4分の1レンガブロック、豆皿。はい、こんなやつなんですよ。で、なんかな、いくつかあるとなんか、重なるのかな、これ。やろ！なんか、いいな。めちゃめちゃ重たい。豆皿って、なんだろう。裏にもマリオがいる。ほんとこれめちゃめちゃ重いです。ずっしり。はい、今4つ開けました。これを、なんか互い違いにやるっぽい。
これはやっはーパキーってこうなんで、カシャーってなるやつね、これ。すげーけど、これ4つ当てんの当たるかな。めっちゃ買ってたら当たるかもね。うわー、すげー。続きましては、いい賞。いい賞はこれだな。あ、お茶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 、おいお茶、おいお茶がこう、マリオ、あー、おいお茶で支えてたんですよ、これ。あー、おいお茶。はい、こちらエコバッグです。これね、裏表違うのよ、ほら、ハテナブロックだったり黄色くなったり。おい、あ、小ぶりな感じだわ。こっち人気ありそうだね。ほら、じゃあこれを持って買い物に行くってわけだ。環境のため、そして節約のために、ちょうどいい大きさかもしれない。ほんとなんか、あの、シャラシャラしてる、あの、なかなか耐久力のありそうな材質です。しっかりしてる、めちゃめちゃ。これよく見ると、いろんなね、ソフトのロゴとか、マリオとか、クッパ、ドッスンとか散りばめられてる感じだね。さあ、ガンダム行こう。次はデーショーです。これがちょっと楽しみでさ、じゃじゃん、暗がりで光るテレサのディスペンサーセット。ディスペンサーってなに？2個入ってる、すげー。これはなんか1回当てれば2個入ってる、お得な気分。わー、いい、これいい、いいね、これ君。テレサ感があまりないけど、これで、これ多分こうやるとバンってくんだよな。ウィズマンション、おお、来た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 。シャンプーでもいいってことかしら、これ。こんなちっちゃいの使わないから、シャンプーって。まず使おうと思えば使えるよ。あとね、何、キレイキレイじゃないけど、ハンドウォッシュとか入れられるね。で、これ、暗いところで光るんですよ。多分、ライトとかに当てといて、電気を蓄えて、暗いところにポンって持っていくと光るのかな。多分。ちょっと持ってってみます。おー、光る光る。ほのかに緑っぽく光るね。いいね。もう、ラストです。早い。じゃじゃーん。これ似たタイプなんですよね。で、両方とも、アラームクロックって書いてあるから、目覚まし時計だね。なんだけど、これがね、さすがマリオって感じなのが、B 賞は、ファンファーレメドレーって書いてあるのね。で、ラストワン賞は、ゲームサウンドメドレーなの。だから BGM とファンファーレ。ちょっとどっちも、目覚まし鳴らしてみたいと思います。B 賞。うでけえ。あ、それもこれ、なんか歴代のマリオが、うわ、すげえじゃん、これすごい。これ今電池入れました、合ってるかな。セットしたんですけど、多分時間、ボタンが3つしかなくてさ、むずくて。セット、あー、うるさいな、マリオ。あー、いい朝だ。オデッセイだ、もうこれで終わりか。あ、オデッセイだ、ここでオデッセイ終わったーってことは、ここまでに起きろよって話だな。すげー、これは感動。これ B 賞だから、ファンファーレメドレーだ。うわ、懐かしい。そう、これね、改めて見てみると、1985年のね、マリオから、オデッセイの後もあるんだ、これ。マリオメーカー2が2019年かな、これ多分。いいデザインだ。それではラスト。ラストワンショー。うーい。これいいな。電池入れました。ラストワンショーのゲームサウンドメドレー。ガッハッハッ。やってるな、これ。やったね、これ。
生で終わったね、今ね。35年がほんのこの1分もしない間に振り返るラストワンショーでした。いいね、デザインもいいもん、これ。ブーンブーン、はーい、てな感じの盛りだくさん A 賞、B 賞、ラストワン賞、 C 賞はない、 D 賞、E 賞、F 賞、G 賞でございました。これ最高だね。やっぱね、僕音楽好きなんで、ちょっとこの B 賞とラストワン賞別に好きすぎるんだけど、 A 賞はね一番いいに決まってるんだけど、このテレサのこれ好きですね、僕。はい、というわけで多分ね、どんどんくじはねなくなり次第終了とかだと思うんで、欲しい方はセブンイレブン、そして伊藤洋華堂、任天堂東京なんかでもね一番くじ売ってるみたいなので、詳しくは動画の説明欄に載せておきます。ぜひチェックしてみてください。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からぜひフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけん、ヤッホー、バイ。トロクトロクトロク、登録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 。